おもてなし武将隊の皆さんです。戦乱の世を駆け抜けた九州の名だたる武将たちが日の本を盛り上げるべく令和の熊本城に集結。熊本城初代城主加藤清正を筆頭に熊本にゆかりの深い大名と家臣団姫で構成されたモノノフ集団。熊本ひいては九州の魅力、日本の伝統文化の魅力を伝えるべく全国や世界各地に赴き演舞や座談などパフォーマンスにて PR 活動を行っています。それでは参りましょう。熊本城おもてなし武将隊の皆さんです。天草の壁が阻もうと我が忠義が定めを決める。名も苦難も突破して繋いでみせる己の意志を。健康一滴剣道将来我加藤不可侵放棄の優雅を南城放棄の神玄卓ここに参上。たれよが訪れようと民を守り新たな時代へ導くことこそ大村家とおっしゃる我が使命。時に苦渋の決断を迫る時もあろう。されど全ては安寧の世をもたらすため我が心は常に民と共にある。勇猛策略我が神明として民の生きる道をは切り開かん。わしが肥前国大村藩左大藩主大村義明である。我が国づくりの極意とは水を制することにあり、清き水を正しく持ち後の世のため民と行く。これすなわちあの強き熊本の礎なり。非業を思いし者あらばわしと共に来い。我こそは清国熊本城初代城主加藤肥後守清正じゃ。はあ、熱き思いをこの胸に我ら熊本城をもてなし武将隊。誠にありがとうござった。我らは熊本城おもてなし武将隊。まずはこの場に集いし皆の衆と元気よく挨拶を交わしてまいりたい。我らがこんにちはと申し上げるで皆の衆もこんにちはと返してくれんじゃろうか。それでは参ろう。この場に集いし皆の衆こんにちは。
清盛隊さんのところでもすごかったですよ。いや、この旅はすごいの、お主たちは。いや、初めての経験じゃな。これはわしも血湧き肉踊る、繰り広げられる。この家臣にしてはどうでしょうか。うむ、私らを馬回り衆に任じる。うん、素晴らしい。ありがとうございます、さあ、華やかなりし清盛隊様の後は我ら武骨な九州武者武将大会の武断派押してまいる。というわけで、そこはおおでお願いいたす。うむ、よし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 。さあ、改めてな、この度は第70回名古屋祭りご開催誠におめでとうございます。いや、誠毎年お呼びいただき申して我ら誠に嬉しい限りでござる。わし加藤清正は名古屋の出身ゆえ、この度は故郷に錦を飾るつもりでこの名古屋存分に盛り上げてまいりたい。そんな我らちがこの度我らと初めて会ったよというものもな、非常に多いじゃろう。まずは我らのことを皆の衆に知ってもらいたい。故に玄徳、我らの説明をお願いいたす。承知いたしました。改めまして我々熊本城おもてなし武将隊と申し、今から約400年前安土桃山時代を生きた物の集団にござる。当選よみがえり加藤清正公を筆頭に熊本城下桜の馬場城西園、そして天守閣前にてこのようにおもてなしステージを行っておる。またお声がかかればこのようにして各地へ馳せ参じ、熊本の魅力も伝えておりまする。我々のことをもっと知りたいと思った方はぜひとも熊本城おもてなし武将隊で検索をよろしくお願いいたす。さすれば我々の公式ホームページ、各種 SNS、 そして日々綴っておる武士の記録と書きましてブログ、こちらを展開しておるゆえに、ぜひとも時間があるという方はご覧くださりませ。してこなみこの場を盛り上げるべくご覧の夫人にて発散じ申した。どうぞ皆様方よろしゅうお願いいたしまする。よろしゅうお頼み申す。かたじめない。さあ、そしてこたびは我らのみの参陣ではござらん。この場をもっともっと盛り上げんがために、肥後国熊本城の妖精肥後丸も援軍しておる。ぜひとも皆の衆大きな拍手で出迎えてやってくれ。それでは肥後丸入ってまいれ。おー、ひごまるありがとうさ。いや、誠嬉しき限りじゃ。さあ、このひごまるはわしが作ったな熊本城の妖精にござる。これほどパンパンに膨らんでおるのは熊本の夢と希望が詰まった証じゃ。皆の衆ぜひともお見知りおきあれ。よろしくお頼み申す。さあ、そんなわしが築いた熊本城なんじゃけれども、天下三名城の一つにして日本で一番守りの堅い城と言われておる次第。それながら8年前の熊本地震では誠に大きな被害を受け申した。今は天守も復旧し特別見学通路も備え、皆の衆の観光を楽しんでもらえるようになってまいったんだけれども、城全体が復旧するにはまだあと約30年という長い時がかかってまいる次第じゃ。皆の衆ぜひともこの熊本城、築城途中の熊本城を改めて見に肥後熊本へ足を運んでいただきたいと思う次第でござる。肥後丸なんだって。おっ、おお、何した。何やら肥後丸殿から秋の熊本城の皆様に伝えたい情報があると言っておるな。なるほど。ではぜひ肥後丸に行ってもらいたいが、ちょっと難しいかな。ああ、じゃあ吉明子、ぜひとも通訳してやってくれ。はい、わかった。ほうほうほう、ああ、なるほどな。それを伝えればいいんじゃない。わかった。さあ、皆様方、今現在熊本城では秋の熊本お城祭りというものを行っております。この熊本城、先ほど清正殿がおっしゃったと特別見学通路から見下ろしていただくと人工の雲海ができておるわけじゃ。このこちらな、雲上の熊本城というふうに調べていただければきっと出てくるかと思いまするが、ぜひともこちらも見どころでもござりまするし、なんと夜、この熊本城の天守閣を縁取るレーザーライトや、ね、他にも日を手まりのライトアップなどをされてるよかよかという催しも合わせて行われておるわけじゃ。こちら合わせて11月4日まで行われております。ぜひとも熊本城お越しくださりませ。
の使用を頼み申すと言っておった。おお、作業会吉明殿、まことにかたじけない。さあ、それではまだまだ肥後の魅力を存分に伝えてまいりたいが、あまり時間がないようござるな。我らの最後の演舞にてこの場をもっともっと盛り上げてまいりたい。皆の衆、大きな手拍子にて肥後丸拙者が見え、肥後丸拙者が見え、肥後丸拙者が見え、肥後丸玄卓は味方ぞ。柴田様とは違うね。仲良く参ろう、一緒に参ろうではないか。それでは大きな手拍子よろしゅうお頼み申す。演目は故障不調。よーし、さあ皆様方、手拍子よろしゅうお願いいたす。参照の方々も何卒参戦よろしゅうお願いいたす。さあ、この音楽が聞こえておるものはお手を拝借。手拍子で盛り上がって、そして我々熊本城おもてなし部長隊、覚えて帰ってくださいませ。さあ、我ら地獄熊本城おはり名古屋の遊戯を結ぶべくやってまいりました。400年の時を超え、この地域の活気となってまいろう。皆で共に心合わせてまいろう。いざ。この地清正殿が勝ち時じゃ、それと申しましたら拳を天高く AAO と三度上げてくださりませ。大きな声もよろしくお願いいたす。清正子、玄徳、肥後丸、仲良くしてまいろうな。うむ、小西家の時の記憶が肥後丸の中にあるぞ。なるほど、もう拙者加藤家家臣じゃからの。うむ、よろしくお願いいたす。さあ皆様方、拳のご準備今のうちによろしくお願いいたします。それでは参ろうか。こたびこの場に集いし、皆々のご多幸とご健勝、そしてこの名古屋祭りがいやさかに繁栄せんことを祈念し、勝ち時じゃ、それえいえいおーえいえいおーえいえいおー、あっぱれであった。それでは皆々、肥後熊本の地にて待っておるぞ。これにて我らの時間は芝居とはいなる。最後までお付き合いいただき誠にありがとうございました。